はい、パート6なんだけど、ここ一番最初3択で分かれたところ、右から行ったんだけど、もう左から一周してきました。全体マップはドーンもうほぼ開けました。で、潜るところもね、だいぶやって、多分パート5と6の間がものすごい一番ダントツで間隔が空いてると思うんだけど、とにかくね、もうほとんどスピリットがいないっていう、だいたい普通の敵は倒しました。まだね、レジェンド星4ぐらいとか、なんかとにかくすんごい鬼畜な、絶対まだできないみたいなところはあるから、そういうとこは飛ばしてるんだけど、 あとあえて村人つながりのある敵を飛ばしたんで、まずちょっとそこからやっていこうと思います。まずはマスター、右上8800って結構きついけど、自分もね、こんな感じで7000近くまでいってるのがあるんで、パワーバランスも近くなってるでしょう。マスターらしくアイテムが大量出現だって。マスターコーヒーしか出さないけどなそしてマスターの代わりがなぜかファルコ。ファルコはワンチャンこれで一瞬で終わることもあるんだけど、あ、まだできんのか。あ、しずえさんとか出てくんだ。あ、これはハマった。なんかまだ出てきそうな勢いだな、これ。ちょっと先ファルコ倒さないと回復される。あ、ファルコ倒すだけでよかったんだ。マスター、いやー、そう、自分の今このメインでつけてるスピリットも星4つのだいぶレア度が高いやつでたまたまいい感じで手に入ったんだけど、さあここはおやつか。あとこのバスも乗ってない、運転手だよねこれ動物の森のどこ行くんだろう。あー、なんか右にね、絶対行けないみたいなとこあったんだよね。まさかのこっから繋がってんだ。じゃあ本日の大きな敵一人目、しずえさん来たしずえさん来た。いや、完全にこれは分かんなかった。どうしよう。あ、見て、このブンブン、ね、毎回ネタにしてるやつ、レベル99まで修練場だっけ、なんだっけ、なんかに預けてたらなりましたブンブンをめっちゃ強くしてしまったノリで、今回はしずえさん回かな いやー、しずえさんまだ全然わかんないんだけど、ふわーんってしてる感じは多分同じだよね。お、当たった。このウォーリングは本当に強い。1対1だったら本当にいろんなとこで余裕あるんだけど、しずえさん来た。じゃあしずえさん使って、あえて残したファイターたちを倒そう今回は。あ、ここつながるんだ。まずあ、そうだ、ここも動物の森シリーズ残したところ、まあ、ミキちゃんとつぶきち、ファイターを来た。ようやく初しずえさん、しずえイントネーション笑う。スピリッツは、じゃあ、このさ、星4つのやつ唯一これだけ手に入ってるから、ちょっとこれを育てたい。何もつけなくていいや。しずえさん本来の力を見せてもらおう。何もしずえさんの知識がないけど多分大丈夫でしょう。あ、全然大丈夫じゃねえ。あ、上スマッシュが今のピピ、横スマッシュがクラッカー、ダッシュ A も同じだね。下スマッシュは
浄炉で、浄炉というか水をばらまいてるね。あ、ピコピコハンマーB 横すげえ飛ぶ。ハニワと大違いだな、村人の。で、B 下なんか植えてたよな。あ、B 下はハニワだ。上にドドドドってなってるね。え、すげえ当たったらめっちゃ強いじゃん。釣り竿がなんかすごい強そう。 B は？あ、 B は同じしまう。で、パチンコが同じだからこれは慣れててありがたい。なんかしずえさん常にクラッカー、クラッカーじゃない、カレーを入ってるんだけど、やべ。 B 復帰のジャンプも同じだね。あ、傘も同じだ。あ、ピコピコハンマーが弱え。あ、間違えた。あ、間違えた。危な。村人のノリで埴輪だと思って B 横しちゃうけど、間違って、それ埴輪じゃなくて釣り竿だから気をつけないと暴発するわ。いやー、完全に初見だったけど、浮遊感は同じだったからインクリングとかよりはやりやすい気がする。ただ飛び道具釣り竿か、埴輪じゃなくて B 横が。釣り竿がまだ全然わかんないぞ。お、まめきちゃんとつぶきちの商店がオープンした。商店もね、これで3つ目かな。だけど SP ポイントが全然ないっていう。いや、これで、あ、あともう一個なんかスプラトゥーン関係ので一箇所あったんだよな。どうしよう、さっきケントくん倒すか。あ、しずえさん VS しずえさんになりそうこれ。このケント、あれどこだっけ。これも飛び盛りキャラだよね。俺飛び盛りあんまやってない。どっちのしずえさんか分かんなくなった。あ、待って、 B 横、 B 下で埋めるだけでもう一回やんないと上に行かないのかな。ああ、次元爆弾風なんだ多分。相手が上に乗ったら発動したわ。いや、ボーリング欲しいな。クラッカー、いやー、下には攻撃できない。どうすればいいんだ。網は同じ。 B 横が当たれば強い。あ、ハニはすぐに出すこともできる。あ、遠くから B 下持ってもなんかスネークみたいだな。ほんと次元爆弾みたいな感じ。自分で設置して好きなタイミングで。釣り竿が強い。釣り竿強。全然挙動が分かんないけど、吹っ飛ん、めっちゃ吹っ飛ぶことは分かった。うん、さてここは B 剣術タイプとてもいらないんだけど。じゃあサポーターもつけよう今回。ミーもね、前作で全然ガチ部屋潜れなかったから使えなかったんだよね。あ、待って、弱が村人とは違って繋がんない。前作の村人みたいな感じだ。え、弱が弱すぎる。株も同じで、うん、取り出したかな。多分投げも同じでしょう。あー、埴輪と間違えちゃうな。クラッカー当たりにくくない？よいしょ。え、マジクラッカーが当たんない。え、クラッカー至近距離ってことこれ。いや、なんかクラッカー使いたいんだけど、使ってる暇ないね、これちょっと。やばいやばい。釣り竿投げるべきかなんか、こういう時は。
あ、釣り竿、そっか、こっちに引っ張ってくるときにも当たり判定があるから釣り竿の先と自分の間に敵がいたら今引っかかったわ。釣り竿次第だな、なんかハニヤみたいに常に出してたいけど、そういうのはできなさそう。でここで一周して、あとね、もう一個すごいボタンを押したいところがあったんだよね。あ、こっちに橋もあったな。あ、まさかの仕立て屋の人。ここ行っちゃうか。ほら、もうキャラもめっちゃ増えたでしょ。これあ、ちょうどよかった。まだでも互角ぐらいのレベルにしちゃうと結構きついかもしれない、慣れてないから。でかっ。いや、弱が本当に弱いな。あ、釣り竿がアイテムも呼ぶんだ。8888。まだ横スマッシュと上スマッシュが当たってないよ当たんね、やばい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 。蜂が、うーん、ちょっと待って、釣り竿も後で説明見ないと。あ、時間がない、急げ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 、やばいやばい、時間がない、やばい、あー、時間がないまさかの。ちょっと説明読むか。釣り竿がまだ全然挙動が分かんない。他の攻撃も分かんないもんね。技表、島を取り出すは同じでしょ。釣り竿、釣り竿スイングし、相手を引っ掛けて攻撃。前入力で投げ、上下入力で相手を叩きつける。あ、絶対上下しないといけないんだ。仕掛け、ハニワくん。地面に埋めたハニワくんが相手が触れると、連続ヒットしながら上昇し爆発する。どうなんだ。あ、下、下。あ、すぐ投げないとダメだな、これ。あ、初めて横スマ当たったけど、ちょっと普通のモードじゃないから強いのかどうかが分かんない。あー、蜂こっちに来ちゃうと辛いな。まずいまずい。ひたすら釣り竿投げる。一応釣り竿だいぶ食らってはいる、相手に。よいしょよいしょ、あ、やばいやばい、うわ最悪、うわ、あと 0.2 なのに、こんなとこで。あ、生きてる。あ、あぶな。しかも静さんの B も溜まってたから、それ見たかったな、スペシャル。ギリギリのやけくそで終わったけど。ここなんだろう、ハニークイーンの道場。あ、道場系か。道場系まだ全然わかんないんだよね。本当に何かにぴったし対策したいとき、このダウンがあるから、やっぱり最初は普通の通常の状態がいいから、全然預けてない。でもなんかリセットとかもできるから、まあ気軽に試す程度だったらいいんだけど。あれどこだっけ。あ、ここここ、フォックス、また緑。たまたまなんか緑がいっぱい残ってるけど、これ倒して
あの奥にあるスイッチを押したら多分左上だいぶ最初の方になぜかズームされたところの門が開くと思う。あ、下へもやってなかったね。雑草抜きお話だ。なるべく埴輪埋めといた方がいいのかもね、これ。あ、埴輪が強い。釣り竿の引くタイミングは、え釣り竿が飛びすぎる、マジで。あ、次元爆弾で死んだ。いや、ちょっと釣り竿は普通のもので練習しないと全然まだ分かんない。動きのタイミングが謎すぎる。ここで押したら開くよね。これで3つ開いて左上がいけるよ。別ルートなのかな。右上と左下のあの地下世界みたいなとこはほとんどクリアしました。 あと1箇所だけね、なんかスプラトゥーンがネタになってるようなとこもあって、そこはまだやってないんだけど、こっちかな多分。世界が新しいのがあると思う。光の神殿、パルテナかな、雰囲気。まあここはまた今度やろう。 あと探検に行かせた人たちが今なんか帰ってきてたから、それもちょっと見よう。あ、違った、訓練場だ。この訓練場が本当に便利。あ、そう、グラドンもゲットして、しかもあれ原子グラドンだっけ、なんか超進化もできて、あ、超化、ちょっともうパッパとやっちゃうけど、超子じゃどうしよう、何かをあげときたいけど、あ、これなんか超子メーターが上がってるやつあげた方が多分効率いいんだよね。ちょ、細かい話はさておき、あとどこ見た、あ、パックン、え、パックンの子供というか超構えってあんなんだったイメージが全然違う。ジャイアンとかスキルツリーもだいぶ増えて、このね施設強化とかいうのがあってすごい、あの右上の所持数のやつが必要だったんだけど、訓練場の習得速度、これでこれを上げるのを第一にしてグワーってなんか端の方から攻めてるけど、こっちの方は全然進めてない。スマッシュで回復、スマッシュで攻撃を当てるとダメージを吸収して回復する、なんかすごいのゲットしたけどとか、まあいろいろありつつ、お、そろそろ帰ってきたかな。探索所、ここになんか預けてるとアイテムを取ってくるみたいな機能もあるみたい。探索完了。おお、なんかいろいろこの 50% ダメージとかね、多分1回きりのやつかな。だからめっちゃ難しいのはこういうやつを使えってことかな。もうだいぶやったけど、次回はちょっとボスとかやろうかな。ボスもね、多分あの地下世界の奥に行ったらボスらしきとこがあって、そういうところをあえてまだ何も触ってないで残してるところがあるので、